はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88の何でしたっけ、マカカーラやっていきましょう。前回のパターンでね、50を目指しましょうと。今簡単に50にできるんでね、50で来てみましょうか。逃げまくらないといけませんけど、でもまあまあこれぐらいだったら来れるかなと。セリフが変わりましたもんね。ということは食料ガンガン、こう食料限界まで買って、あれしたらいいんですね。逃げまくったらいいんですね。すっごい辛い動画になりそうですけどね。はい、で右回りですね。で、左に曲がるとこなかあった？いやこれ逆だな、きっと。あ、そうだね、逆だ、逆です。でこう行って、でここで、あらららら、50で行ってみましょうか。さすが8目がね、ちょっと早いんで。でも8目がで逆にね、このスピードで8目がを、8目でこのスピード出せるマジカルゾウさん、すごいですよね。すごい気がしますよ。スクリーマーなんかほんととんでもないもんね。4メガでも早すぎてついていけないんで。でこれは一歩進んで、あ、ちょっと待って違った、あ、間違えちゃった。そうだ、あれワープ、あれなんですよ。あ、間違えたとこ出ちゃったね。で右だね。そうだ、ここ一方通行のワープ、寺にワープがあるってどういうことって思うんですけど。で抜けるでしょ。抜けて、で抜けまして、で開けまして、であ、そうだそうだ、ちょっとごめんなさいね、よっこいせ。これ抜けていいんですね。で、あれ、これ抜けたらもうダメか。あ、いや、やっぱ4メガにしちゃおう。はい、これあれだろうね、クロック周波数 FH から FH、MH、TH ってあったのかな、わかんないですけど、88ね、その頃からクロック8メガっていうのを積んだじゃないですか。で積んで、そっからもう出るゲームはみんな8メガを想定したゲームなんでしょうね。なので SR、FR ユーザーとか MR ユーザーは困ったでしょうね。まあでも慣れてたらいいのかな、その速さにね。知らなければどうってことはないっていうのがありますもんね。知ってるから損した気になるんですけど、知らなかったら別にそんなことないよっていうね、いうのもありますんでね。よいしょ、ただね、ほんとあくびが出ちゃう。ただあくびが出ちゃうのよね。これ、あら？あ、私、なかなかなバカ野郎でしたね。ワープ行かないと僧侶に会えないと思ってたんですけど、全然ですわ。普通に会いに行けますわ、今地図見てたら。え、これどこ？ちょっと待ってね。ああ、ここだね。なんか記憶にある。で、抜けて、いや、なんかこれ迷ってる気がするね。
右に扉あるもんね。ちょっと戻りましょう。これどこかな。あ、これ、あー、ここか。あ、オッケーオッケー、わかりました。ね、地図で言ったらね、 X13 の Y が8、あ、 Y が9ですね、のとこにいますね、私ね。これは指覚えてくれっかな。いや、無理だな。で、これで出口です。ほいっと。じゃあ5落としに行きましょうか。あと食料を買って、5落としに行くまではもう殺戮し放題ということで。いやー、もうお金も微妙になってきたんでね。あ、食料買うんだったらこっちですね。本当、もしね、このゲームやられる方が、おられた場合、始まってすぐは農民ばっかりを倒しましょうね。農民と僧侶、10までしか上がらないんで、どうせね。5がね。5上がってもね、序盤では全然いらないので、もう、浪人と戦ってると、コストパフォーマンスが悪すぎるんでね、これダメでしょ。勝負をかけてくるがよい。勝てませんもんね。いっぺんやってみましょうか。愛食料品店買いましょう。1000個で1600両。ああ、いいでしょう。はい。出ましょう。出る。ああ、あと700個ね。どうせ多分オーバーフローすると思うんでね、これね。700個。あ、700個ってないのね。もう1000でいいか。これ多分もう普通にお金は1000減らされて、え、ちょっと待って待ってね、9300と6085でしょ。お、1000個買うでしょ。ああ、今なったか。今なったね。あれ、さっきなんなかったね。んー、お金べらぼうに減ってんですけど。なんか騙された気がするな。違うかな、違うのかな、私が勘違いしてたかな。まあいいですわ。さあ、農民のとこ行きましょうか。農民とか農村でしたっけ。あ、一発で倒せないのね。もうね、フードは気にしなくていいでしょ。で、まあお金はね、またどっか行ったら稼げますんでね、たらふくね。はい、お、レベル上がった、上がった、上がった、レベル8ですね。ゴーンって言いましたね。いや、ボタン押しすぎて飛んじゃったんですけど、レベル上がりましたね。レベル上がったんだけど、飲み一撃で倒せないや。あと宮本武蔵さん行ってみましょうか。宮本武蔵さんどっちだったかな。なんかこういうとこにいたような気がするんですけどね。ちょっと地図見ながら行きましょうか。はい、じゃあちょっと座禅しときましょう。で、ごめんなさい、ちょっとね、見に行きましょうか、地図を。今どっちの方なのかな。あ、紀雲城から来てるんで、あ、武蔵はあそこか。確かあれなんですよね、武蔵さんは、なんて言ったらいいんでしょう。ああ、今ここね、うん。黄色いなんか、ところにいたと思うんです。
山男。ああダメだ、この不審者だったらもう無理ですね。また山男。どうせ出てきてもあれだもんね、あれにしかなんないから。あ、であとここなんかあったね、お堂があります。入りましょう。お前にはもう教えることはないと。呪文を教えてもらったんですよね、魔法をね。あー出ちゃったあらあら、あ、やっぱ一発で倒せないよ牛。レベルが上がってもね。はい、でどん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 と、あ、そうそう、ここに武蔵さんがいるんですよ。セーブしときましょうか。セーブして、で一応座禅組んどきましょうか。マックスでいきましょう。マックスじゃないかな。私は勝負を通過しましょうね。勝つためにはまず負けることだと。いざ勝負、武蔵と出会った。勝ってるわけないんでしょうね。うん、2発でやられました。まあ前回1発でやられたような気がするんで、マシになったのかなと。じゃあ彼は無理だったねと。じゃあどうするのと。農村行きましょうか。武士レベルにはこれなんだろうなとね。これね、なんかあるんですよ、あそこ木がね、針葉樹みたいなのがあるんですけど。うわ、6匹、最大6匹出てくるのかな。あ、でも大猿もっと出てきてるような気がするんですけど、ちょっと横は大変だな。横並びはね、辛いですよね。はい、で10回ここ入ったらいいんで、はい、お金ありがとうございます。うん、うちでの小槌とかいう道具があるそうです。で、はい、で、はい、3回、はい、4回、でだ、そこそこ減った。ああ、5、6まで落ちてますね。で、これもうね、食料とかあげてもいいんですけど、もらってくれないですよね。持ち物、あ、持ち物、いや、あげない。持ち物はね、お金ね、お金が一番。あ、なんか今違うこと言ってくれてましたね。聞いた話では、魔界には仏に仕えている精霊がいるそうです。はあ、わかりませんね、何のことやら。うん、でまだいけるね。はい、はい、今からうちでの小槌とかいう道具がと。あと2つね、あと2つ。はい、はい、で、ゼロになってますよね。うん、5は0になりましたね。ありがとうございます。ほんとね。セーブしときましょう。さあ、これで、寺に行きましょう。もう戦わなくてもいいんだけどね。戦わなくてもいいんだけど。あ、いい時間になっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。マカカーラ、終わっておきます。どうもありがとうございました。